ですよね。ツーリング動画です。今日はですね、いつもと違うんですよ。今日はなんとツーリング仲間と一緒に走るんですよね。ツーリング仲間といっても同じ会社の仲間なんですけども、まあ何にしろ初めてソロツーリングではないツーリングを今日初めて味わいます。とりあえずですね、待ち合わせ場所に向かってるんですけども、天気悪いね。今日も晴れ予報なのについてますね。ついてました。ベケジェイです。これです。おはようございます。霧雨だね。霧雨行きますか。奥田さん前ね、前走ってね、これ撮ってるから、今もうすでに撮ってるから、あれギャランティー発生するよ。いいよ。ツーリングの開始です。今日はですね、目的地は洞爺湖なんですよね。洞爺湖一周。いや、今日予報では晴れ予報だったんですけどね、めちゃくちゃ曇ってますよね。曇ってるっていうか、ガスってますよね、これ。ここから行くっていうことは、支笏湖に抜けて、そこから洞爺湖に行くってことですね。湖を2個制覇するってことになりますね、これは。パルマイ山を越えて、支笏湖に行くわけですよ。パルマイ山が見えないんですけど、だいぶ登ってきて、今、下りに入りましたよ。なんかここ、いいですね。木のトンネルを通ってる感じですね。幻想的ですね。天気良くなってきた。いいね。ガスが抜けてきましたよ。はい、洞爺湖です。洞爺湖に着きました。洞爺湖です。これからですね、洞爺湖を一周したいと思います。天気いいな。洞爺湖です。気持ちいいね。ここら辺は洞爺湖の温泉街ですね。いいね。でかっ、キャンピングカー。ベガスってやつだな。
ゃ気持ちいいね。気持ちいいね。奥田さんのペケジェ取っとくからね。全国に紹介しとくから。ペケジェ1300。めちゃくちゃ気持ちいいよ。最高だな。最高だぜ。最高。気持ちいいぜ。東野水の駅。水の駅とは違うんだ。綺麗だね。本当今日最高だね。夕日の見える渚公園。はい、洞爺湖が終わりました。一周しました。洞爺湖一周完了です。いいね、楽しかったね。じゃあこんな感じで今日は終わりです。次の動画はですね、最後のファミリー動画なんで、よかったら次の動画を見てください。それではありがとうございます。